岡崎市立矢作北中学校は愛知県岡崎市の公立中学校。岡崎市東大ども町に位置する中学校。岡崎市立矢作中学校の課題化に伴い、1976年から中学校新設が議論され、1981年に設立された。校内には東大植物園から送られたアイザック・ニュートンの 聖花ゆかりのリンゴの苗が植樹されている。付近を通る長瀬遊歩道岡崎市立矢作中学校の課題化に伴い、1976年から矢作地区の中学校新設が議論され、岡崎市土地開発校舎は、東遊町と中園町にまたがる土地25,445平方メートルを用地として確保した。新しく建てる中学校は、ひとまず、 深夜萩中学校と名付けられた。1980年1月、岡崎市八条北町の経験説が敷地造成工事を落札。校舎建設工事は2校区に分けられることが、この頃、内田義久市長と主建築家の間で協議された。同年3月、市は同校舎から用地を8億4、360万1、0円以内で購入。 国庫補助金から市に対し、1980年から3年間で、総額1億6、230万8、0円が分割して交付された。同年4月28日、名古屋市の設計事務所が設計を落札。5月22日までに、岡崎市入札参加写真サイン会は、工事の指名競争入札の指名業者の審査を終えた。5月27日、 東大友町のイ組は内田市長から校舎建設工事第一工区の指名業者入りを事前に知らされた。6月6日、市は第一工区の入札に参加する業者を指名選定。やはりイ組は含まれていた。それから間もなくイ組のイ社長は内田から電話を受ける。設計価格の漏洩だった。内田が口にした金額に愛は、 参考にならんなと思ったが、それは伏せて、わざわざありがとうございますと礼を言った。ワイ組は、三和建設が受注した広畑小学校、改築工事の建築単価を基準に、すでに入札価格の算定作業を進めていた。5月下旬から6月初旬にかけて市は、歌唱、新矢萩中学校第一校区、同、第二校区の新築工事のほか、羽小学校、 むつび北部小学校、あたご小学校、大門小学校の増改築工事、三河節の館、家康館の新築工事の計7件の工事の発注を決めた。入札の約2週間前、朝日新聞社岡崎市局に深夜萩中は Y 組と経建設で分け合うとの不穏な情報がもたらされた。予定価格2億6188万4000円であった。 1> 第一航区は6月17日に指名業者10社で入札され、Y 組が2億6100万円で落札した。第一航区よりさらにぴたりと一致したのだが、第二航区だった。予定価格1億4158万円であった、第二航区は6月14日に指名業者10社で入札され、経験説が差額8万円の1億4150万円で、 落札した。この時期に符号する形で、受注会社から6月2日公示の第36回衆議院議員総選挙に立候補した内田の長男の内田康弘の選挙母体、明日の岡崎を築く会へ多額の献金が行われた。同年6月23日、前日に執行された、衆参同日選挙が開票され、内田康弘は時点で落選。 内田市長は6月27日に公選法違反容疑で逮捕され、6月30日に辞職した。7月10日までの間に、岡崎市議会議員15人、選対委員長の中根香る県議、バイエン学総大会長らが同容疑で逮捕された。同年7月8日、文部省の1980年度学校施設整備補助金が内定。 新矢萩中学校には3億1,658万5,000円が降りることとなった。市議会6月議会には先に述べた7件の工事に加え、岡崎南部市民センターと3つの公営住宅の新築工事を合わせた経営11件の工事受け負い契約議案が上提されたが、社公民3会派は最終日先日の7月11日、採決を棄権することを決めた。 これにより、一気に、議案不成立の可能性が強まる。議案不成立の場合、当局側は、地方自治法179条に基づき、専決処分によって議案通り契約を結ぶ、改めて再入札を行う、のいずれかを取ることとなるが、愛知県地方課は、専決処分は避けるべきとの見解を示した。頭を抱えたのは、矢作中学校の教諭たちであった。 この時点での同中学の生徒数は1523人、36学級。鉄筋校舎2棟のほか、木造2棟とプレハブ7棟でしのいではいたが、プレハブの音楽室は、名鉄名古屋本線の電車の騒音がまともに入り、音楽どころではなく、給食室も3カ所に分散し、理科室は2教室しかなかった。それに加えて、次年度は、 1> 新一年生が確実に600人を超えるため、学校側は学級像は5つと試算していた。新設校の新愛萩中学校ができなければ特別教室がほぼ全滅になる見通しで、浅井教頭は理科の実験はダメ、音楽はダメ、体育館も生徒全体が入りきれなくなるから生徒集会もダメ、もう教育とは言えませんと球場を訴えた。 同年7月12日午前10時に議会は開会。午前中の議案討論で自民クラブが賛成、自民党主義団と共産党が反対、社会党と公明党と民社クラブが危険の討論し、議案不成立は確実視された。ところが討論の後の午前11時頃、議会事務局を通じて、前議長の岩瀬新一の辞職願いが仮議長の渡辺五郎に出される。 渡辺は11時16分、突然、暫時休憩いたしますといい議会は中断。それから辞職願いの取り扱いをめぐって議会は約4時間空転。この間に愛知県地方課から改めて議案が廃案になった場合、専決処分は好ましくないとの通知があり、社公民参会派の足並みが乱れてしまう。午後4時1分に議会は再開。 工事受け負い契約十一件の採決が一括して、無記名投票で行われ、結果は賛成十五、反対九、棄権三で可決。議案不成立は回避された。同年八月二十日、経験説の経営者庁は、贈賄容疑で逮捕され、内田は、収賄容疑で再逮捕された。また、両名の供述から、辰美が、岡戸地区核整理事業地内の内田の指定は、 経験説が賄賂として寄贈したものであることが判明した。市長初当選の翌年の1972年6月、経験説は、大成長技公表の一角に、敷地約805平方メートル、延べ床面積約314平方メートルの木造2階建てか、わらぶき住宅を建築し、内田に寄贈した。公費は、当時の価格で七千万円前後と言われ、以後も、 相当の余罪があると見られたが、それらの多くは、事故のため不問とされた。8月28日、経験説は、第二工区の工事を後期半ばで辞退した。工事は工事完成保証人の日奈課長の S 建設が引き継いだ。経営不振に陥った経験説は9月4日、名古屋地裁岡崎支部に和議を申し立てた。負債額は、約3億9000万円。 同日、S 建設の社長が、贈賄容疑で逮捕された。9月11日、Y 組の Y 社長が内田に、現金100万円を送った容疑で逮捕された。Y 組は、工事を辞退せず、同日、市役所を訪れ、責任を持って、完成をさせると告げた。1981年4月1日、新八萩中学校改め八萩北中学校は無事、開校した。 学級数15、生徒数565人でスタートした。ありがとうございます。